袴田さん無罪確定へということで今日10日でもって、えー、無罪確定となりましたこれは検察側が控訴しなかったということですね検察控訴断念を発表しました私はもうずっとこの流れの中で 検察は抗訴を断念しなさいというふうに言っていましたけれども、事件発生からね58年経ってるんですよね。これあの無罪確定ですから、これこれ無実の人、無罪の人を事件発生からですねもう半世紀以上自由を奪ってしまったわけですよね。非常にこれは絶対あってはいけないことですから、でも検察はちょっと応情気は悪かったですよね。捏造はしてない的なことを言ってましたけど、いやいやね。 ししたたってて断定されてましたよね捏造はしてないんだみたいな恨み節を言いながらでも長い間ね法的不安定な状況に置いたことはお詫びしますって言って総合的な判断で断念しますってことですけどでもこれ絶対考えたのは控訴して勝てるって言うんだったらだって検察の大失点 体が確定するわけですからこれなんだかんだ言ってあ捏造したのねっていうことで捏造確定ですからねだって一審の判決で捏造が認定されてるわけですよで違うって言うんだったら「捏造じゃなかったです」ってやんないと検察これもだってもう捏造なんて最悪ですからね検察にとってこんな汚点はないわけですよだから控訴して勝てて勝のかっていう,ふうに考えたはずで結局これ「控訴した」ってほぼ負けですよね。 なのに恨み節なんですよ捏造なんておかしいとか言ってるんでいやそんなこと言わなきゃいいのにね総合的に判断して控訴を断念しましただけでよかったと思うんですけど捏造おかしいとかと不満たらたらに言っててでも断念しますって本当は控訴しても勝てないからそしたら今度ね高等裁判所認定の捏造になっちゃうだけですからですよねいやこれ、ね、勝ち目あったら彼ら絶対やってますよ勝ち目ないから。 だから断念したんんですね。なんかこのねなんか恨み節の内容ははちょっと私は違和感がありましたね。もう裁判所がそういう認定したっていうことはもうそういうことと思われても仕方ないと真実はともかくもうこれはもうしょうがないですとぐらいの発言じゃないですか捏造してないとか言ってるわけですからだったら控訴すればいいわけで控訴したって勝てないからやんないんだろうとこれが本音ですよ多分。 検察っていうう組織はそういうとこですよなんかこの人の人生を考えてとかそんなこと多分これっぽちも考えてませんよ勝てるのか勝てないのかどっちだと勝てるんだったらやる勝ち目ないんだったら断念するだって控訴して負けたららら傷がさらに深まりまりすからねなので、まあ、検察ってそういうとこですから本人のこととか人権とか多分ね静岡検察はこれっぽちも考えてないと思うよ勝てるか勝てないかだけで判断したと思います。 だってもはや静岡の検察に誇りなんてないですよ名誉なんかないですよ死刑捏造ですからねそこへ持ってきて守りたい名誉があるのかと捏造はしてないんだけどみたいに言ってるわけですよ何の名誉を守ろうとしてんですかもう静岡検察と静岡警察にはもう守るべき名誉も何もないですよ無実の罪で死刑囚捏造したんですからね どれだけ司法の信頼を緩かしたか本来であればすいませんでしたとこれからね犯人さらしますぐらいのことを言うべきですよね一体誰がそういう無実の罪を作り上げようとして動いたのか筋を読んでじゃあなんで袴田さんになったのかそのおかげで真犯人逃してるわけですからね もっと早いい段階で他の可能性を考えていたらもしかししかかたたら真犯人いたかももれませんよもう最初から袴田さんにフォーカスしちゃってその証拠固めに入ったらもう真犯人なんかもう検察自ら逃してるようなもんですからねだからこの後に及んで何の名誉を守ろうとしてるんですかもうはっきり言いますよ静岡のの検察の名誉ななんかないですよもう組織ごと解体レベルですよこれ。 本当、もう全員失職ですよ。組織解体レベルですからね。だって、法の番人じゃないんですか？正義を守るために検察ってあるんじゃないんですか？いやー、本当ひどすぎるよね。何を守ろうとしてるのか。この人のね、袴田さんの人生をめちゃくちゃにしておいてね。そう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 。推定無罪、どこに行ったんだって話ですよ。これ、絶対にね、ミスリードした検察官がいるはずなんで。 誰だよよって話ですよ結局誰も責任を取らないねえひどいもんだよ誰がミスリードしたのかその人がどういうふうに考えていたらばこの冤罪が起きなかったのか再発防止のためにはなぜこのような冤罪事件が生じたのかこれ徹底的にやるべきなんですよねだから結局今の検察はやるつもりないですよだって不満タラタラでねだってこれねずをしてねえしって話ですから。だからもうこれ以上 調査するつもりもりないでしょうね検察官が事件を捏造するなんてもう最悪ですよマジで武田敦康チャンネルの「切り抜きチャンネル」をご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー、動画の評価いいねチャンネル登録もお願いします え本家武田恒安チャンネルでは毎週木曜日夜8時え日々の新聞から話題のニュースを取り上げ分かりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね